はいはいはい、みんな速報です。もう、速報です。ね、安倍晋三さんの献花台と慰霊碑ができるみたいです。安倍晋三さんが亡くなられてからですね、もう間もなく1年ですよね。で、奈良市のですね、奈良市の市長がですね、献花台は設置しないとかいうですね、ニュースをね、アホみたいな宣言をしてですね、みんな絶望だったよね。ね、もう奈良市にはもう不信感しかないというようなことになってますよね。でもですね、どうもですね、裏で動いていた方がいらっしゃったみたいです。裏で動いていたのは高市早苗さんと安倍さんが亡くなった時に横にいた佐藤議員、そして安倍さんの片腕って、高市さんの片腕って言われるですね、地元奈良市の市議会議員の、新沢さんがですね、これ動いてくださっていたみたいです。どうも闇の熊さんでございます。ですね、これね、正式発表はですね、多分この後というかですね、数日後なのか数週間後なのかわからないけれども、マスコミを通じてですね、大きく報道されると思います。これ正式発表はまだでございます。でも僕ね、裏でですね、動いてくださっている方がいるっていうところまでは聞いてました。そして非常にですね、頭当初難航していると、いろいろとですね、何が抵抗勢力なのかとかいうのはですね、細かく聞いてないんだけれども、非常に難航しているので、どうなるかはまだわからないけれども、必ずですね、安倍さんの慰霊碑とですね、献花台を設置をするということをですね、私はこの方々から聞いていました。で、今日ですね、新澤さんがですね、ツイッターの中でですね、もうね、このね、奈良市のですね、このね、献花台を設置しないっていうですね、この報道でですね、みんな絶望だったじゃん。なんでって思ったよね。だからね、そのツイートで知らっしゃる方がいらっしゃったんだけど、そこに対する返信で、はい、新澤さんでございます。はい、献花台は必ず用意をさせていただきます。慰霊碑も近いうちに発表しますと、はっきりとおっしゃってくれました。ほんでですね、誰が動いているのかというところなんだけど、もう地元の議員で、この新澤さんという方はね、奈良市のですね、県知事選の時にですね、私直接お会いしてお話もしたことがあって、お食事もしたことがあります。絶対に嘘を言う方ではありません。絶対に嘘を言う方じゃないです。嘘を言うくらいだったら切腹するというようなですね、そういうタイプの方でございます。で、この方がはっきりですね、安倍さんの献花台とですね、慰霊碑の計画はもう進んでいて、もう間もなく発表ですと。もしかしたらですね、今日ね、新澤さんですね、地元のですね、これ、奈良テレビ放送とか奈良新聞社にですね、とお会いしてますので、もしかしたらここで、ね、地元の新聞社の方からですね、これ発表があるのかもしれません。もうすぐ発表があるのかも。で、その前にですね、もう献花台も用意するし、慰霊碑も近いうちに発表しますと、今日のツイートでですね、ズバッと書いてくれました。嬉しいね。誰が動いていたのかというと、さっきも言いましたけれども、はい、どこだっけ、もう俺ここだ、高市さんと佐藤さん、高市さんとですね、佐藤議員ですね、安倍さんが亡くなる時に横にいた佐藤議員ですね。そして高市さんがですね、ちゃんとね、もう奈良市の協力を得られなくても、ね、奈良県知事を維新に奪われようとも、ね、安倍さんの慰霊碑だけはという形で、どうも水面下で必死で動いてくれてたみたいで、やっと形になったみたいです。嬉しいね、とりあえずのお知らせですね。いつね、その献花台ができるのか、慰霊碑ができるのかっていうのは、正式な発表を待ちましょう。で、僕の予想を言ったことですね、安倍さんが亡くなられたのは7月の上旬でございます。おそらく7月の上旬頃にですね、献花台もですね、慰霊碑もですね、おそらくできるのではないかなと。献花台はもしかしたらもうちょっと早いのかもしれないね。で、場所もまだ不明です。場所まだ不明でございます。発表ございません。奈良市の安倍さんが実際亡くなったところっていうのは、今もう道が新しくできちゃってて、こんな花壇になっちゃってるんだよね。で、ここにですね、なんかね、献花台作ってくれってね、いろんな日本中、国中からですね、要望が届いてるはずなんだけれども、奈良市の方はで、奈良市の市長はですね、なぜか作らないというような判断をされました。だからふざけるなってなってたんだけどね。で、慰霊碑がですね、どこにできるのか、献花台がどこにできるのかっていうのは、今後の発表を待ちましょう。しかし、この僕、めちゃめちゃ信頼してるこの新澤さんという方がですね、もうはっきりと献花台は用意する。慰霊碑も近いうちに必ず発表すると宣言をしてくれたんで、行く早くみんなにお届けしたいと思いまして、動画を作ってますんで、自己紹介したっけ、闇のクマさんでございます。はい、もうこのニュース以上です。はい、もうどうしよう、もう見た瞬間さ、もう必死でツイートしてさ、お知らせしなきゃと思って動画を今撮ってます。何をしていいのかよくわかりません。はい、とりあえずですね、これね、新澤さんとかですね、奈良の新聞テレビからですね、おそらく安倍さんのですね、献花台とですね、慰霊碑できるということをですね、正式な発表があるまで待ちましょう。絶対誤報ではないと思います。誤報ではないです。多分動きがあるっていうのは僕裏で聞いていたし、この新澤さんもですね、この中心、土中心になってですね、必死で動いておられるっていうのも私聞いておりましたし、発表もうそろそろほぼ確定でですね、いけるかもっていうのをですね、1週間2週間くらい前に僕実は裏で聞いていてですね、で、まだ確定じゃないからね。まだ確定じゃないからねっていうことを聞いてたんだけど、もうね、このツイート見たらわかります。もう確定だ。確定したんだ、きっと。これでですね、もしできませんって言ってからですね、僕のこと死ぬほど叩いてください。これ正式発表はまだでございますからね。叩いてください。ということでですね、安倍さんの慰霊碑献花台、できます。おそらくは7月の上旬くらいにですね、できると思います。発表はだからね、多分6月中とかに行われるんじゃないのかな。
おそらくね、おそらくね、わかんないけどね。もう多分そうだと思います。はい。これをですね、ちょっとね、ネットを見ている方だけでもですね、大急ぎでお知らせをしたいと思いました。動画を作りました。さあ、どうしよう。なんかや、別のニュースで、なんかもう一本言っとくか。もう一本言っとくか。ちょっと今ね、ネットでですね、大騒ぎになっているこの海底ケーブルの件行ってみましょうか。これね、ほんとね、もっと大ニュースでもっと大騒ぎをしなきゃいけないところなんだけれども、直接の関係者であるですね、沖縄の県知事玉城デニーとかですね、あとなんだ、沖縄の新聞のね、沖縄タイムスとか、琉球新報とかですね、あの辺完全無視してるんだよね。でもこれは大ニュースですね。光ファイバーね、沖縄近海の光ファイバー海底ケーブルにですね、なんと中国製の盗聴装置が発見されました。中国製の盗聴装置が発見されました。インターネットでね、みんなね、衛星を通じてね、やってるとかいうふうに勘違いしてると思う方いらっしゃると思うんだけど、ほとんどはですね、海底ケーブルなんですよ。海底の中にですね、太いインターネットの光ファイバーケーブルが通っておりまして、これを通じて世界中と繋がってるっていうのがあるんだよね。だからですね、台湾とね、中国をですね、結ぶですね、海底ケーブルの、2本の海底ケーブルのうち、1段がですね、中国 共産党のね、中国人民解放軍によって切断されたみたいな話がね、ちょっと前にニュースになったりしたでしょ。ね、あれはですね、非常にやばいんですよ。非常にやばいの。だからね、台湾有事が発生したらですね、もう台湾のね、ネットからね、遮断するためにですね、おそらく中国はですね、台湾に繋がってるなんか2本でしたっけ ?2 本あると言われてるんだけど、海底ケーブルを絶対に遮断するぞと。そしてもう軍事演習の途中でですね、海底ケーブルに損傷が起こってたりとかしてるので、これ間違いなくですね、その練習もしてるよね、なんてこと言われたりしましたよね。そう、だからですね、海底ケーブルっていうのは非常にね、世界にとって重要なんですよ。でね、光ファイバーのケーブルにさ、盗聴器なんか、ね、仕掛けたところで、だから情報なんか盗めるもんなの？盗聴器って音を聞くもんじゃないの？しかも、そもそも光ファイバーケーブルからですね、情報って盗めるの？わけわからんと思う人いますよね。どうもね、技術的にね、中国可能らしいんだよ。びっくりしたんだけど、可能らしいのよ。だからこれやばいニュースよ。これほんとやばいニュースよ。中国の製の盗聴器が発見されたのは、もう間違いないことなんだから。でも、沖縄地元の新聞も、玉城デニーも特にこれには言及せず、頭おかしいでしょ。というわけでね、これね、情報としてはですね、今後これ絶対知っといた方がいいと思いますので、ちょっとね、安倍さんの喧嘩内の件だけではちょっとね、時間短いので、こちらの方もですね、ちょっとね、読んでおこうか。いきますね。はい、沖縄近海の光ファイバー海底ケーブルに中国製の盗聴装置、在沖縄、のですね、米軍向け情報誌が指摘という形です。はい、昨年の2月ですね、アメリカの本土上空なのに中国の無人偵察気球が複数飛来したことに加え、6月8日のですね、アメリカ紙、ウォールストリートジャーナル紙のですね報道を機に、アメリカ本土に近いキューバを拠点とする中国のスパイ活動活発化がですね物議を醸す中、日本近海においてもですね光ファイバー海底ケーブルに中国製の盗聴装置が仕掛けられていたことが、このほど通信会社関係者らの証言で分かりました。中国がですね近年対外諜報活動を世界的な規模で展開、強化をしてきた一例として注目をされそうでございます。中国製の盗聴装置発見は複数回でしょうか。沖縄近海のですね光ファイバー海底ケーブルから、中国製の盗聴装置が発見されたことは、沖縄ではですね1955年から発行されている在沖縄米軍を対象とした情報誌、This Week on 沖縄6月4日号が、日本のですね一部通信会社関係者の証言をもとに報道しました。アメリカ軍のですね周辺者らによると、同情報にはですね、在沖縄米軍も強い関心を示していると。下手したらですね、だってあと米軍のですね情報もですね中国に盗まれていた可能性がありますからね。同紙によると、今回海底ケーブルに中国製の盗聴装置が仕掛けられていることがですね、指摘されたのは約5年前とされていて、2018年と思われる。めっちゃ前じゃん。なんで今ニュースになってんの？同時に証言をした日本のですね大手通信会社の技術担当は、総務省の職員から海底ケーブルに設置された中国製の盗聴装置のサンプル写真を見せられた上で、海底ケーブルの検査をですね強化するように要請があったと説明をしている。これをですね裏付けるかのように、ある総務省の持つ職員も、自分は総合通信局に所属していなかったため、中国の盗聴装置自体の写真は見たことはなかったが、海底ケーブルに中国の盗聴装置が仕掛けられていた事実は知っていたと証言と。隠されていたのかな。しかもですね、同元職員はですね仕掛けられたことがなんと一度ではなかったということも示唆しましたね。でこれね、もう問題は中国がね、光ファイバーに盗聴器を揃わせてどの程度の情報を盗めるかってことだよね。俺ねまだねこの文章ちゃんと読んでないんだ。ちょっと一応、ね、読んでいこうね。光信号増幅装置から漏れる電磁波、総務省のですね要請に基づいて、この大手通信会社は2018年頃海底ケーブルの総点検を実施して、盗聴設備をですね発見するに至りました。通常ですね光ファイバーケーブルを通じて、光信号を盗聴することは技術的に困難だとされていると。しかしですね、海底ケーブルの場合、一定区間ごとに光通信の増幅装置が設定されていて、これが一種のウィークポイント、増幅装置がウィークポイント、弱点になっていて、発見されたですね中国製の盗聴装置もこの増幅装置を標的として仕掛けられていたというと。で、そしてですね、技術担当は盗聴装置を設置した中国はこの増幅装置から漏れる電磁波を盗聴して情報を解析していたと思われるとしたき、増幅装置からですね、この光ファイバーの中を通っている情報が電磁波として漏れていると。それをですね解析をしたら、どのくらいの情報が盗めるのかね。
だっていろんな情報が行き来してるわけでしょ。まあ、いいや。総点検に関してですね、総務省から見せられたサンプル写真には、増幅装置に取り付けられた小型の盗聴装置も映っていたというとね、超重要インフラ、光ファイバー、海底ケーブルね、沖縄における主要な通信網としては、NTT をはじめ、AU、KDDI、AT&T、さらには米軍によるですね、光ファイバー、海底ケーブルが挙げられまして、沖縄ではこれによって、日本本土をはじめ、他のアジア諸国、地域、グアム、ハワイ、オーストラリアなどと情報通信を行っております。現代社会において最も重要な社会基盤の一つになったインターネット網ですが、現在ではですね、大陸間においてこれをつなぐ主審はですね、衛星ではなくこの光ファイバー海底ケーブルこそが大部分を担っているというのが実像でございますね。だから衛星でですね、こうなんか電波がポコンコンってね、なんかやり取りしているようなイメージがあるんだけれども、実際はこのケーブルです。割とアナログって感じだね。はい、事実ですね、海底ケーブルメーカーの大手の一つ NEC はその公式サイトに光海底ケーブルシステムの概要も掲載をしていて、国際通信などのですね、大陸間を結ぶ光海底ケーブル通信システムに関しては、深海8000メートルの水圧に耐え、1万キロ以上の、伝送が可能でありますと。通信容量はですね、非常に大きく、遅延も少ないため、現在では衛星通信の代わりに国際通信の 99% を光海底ケーブルが担っていますと説明しています。これはですね、海底機器は、深海でも25年もの長期間にわたって正常に稼働し続けることが絶対条件になっていますとして、インフラとしての重要性を強調しているとね。やっぱりだからこう光海底ケーブルっていうのは、もう人類のなんかネットワークをつなぐ、下手したら衛星がほとんどね、衛星 1% でしょ、海底ケーブル 99% でしょ、もうほぼ全てだよね。はい。ただですね、各国の諜報機関が海底ケーブルを狙って盗聴し、情報収集するのは電話線の時代から行われてきた経緯があり、その応酬をですね、米ソ冷戦時代から現代に至るまで変わりはないと。あ、そうなの。でもどうやって盗むの、どうやって解析するの、その辺もわかんねえんだけど。最近ではですね、アメリカの、国家安全保障局 NSA と同中央情報局 CIA の元局員で、NSA によるですね、国際的監視網の実在化をですね、告発をしてロシアに亡命をしたエドワード・スノーデンさんですね、ご有名ですね、がですね、アメリカ政府による海底ケーブルを使った情報収集活動も暴露をしていると。このですね、海底ケーブル事業には、中国のファーウェイ、マリーンなども参加をしていたという形で、中国企業はやっぱりガッツリ入ってきてるんだね。そして活発化する中国の対外諜報活動、その中国の対アメリカ諜報活動に関しては、今年の2月、複数の無人偵察気球がアメリカやカナダの上空に飛来をして、米軍機が撃墜をしましたね。中国側はですね、気象観察目的の民間の気球だと主張しましたが、こんなの絶対嘘なんだよね。撃墜後にですね、調査をしたアメリカは、複数のアンテナやセンサーを動かすための必要な電力を供給するためのソーラーパネルまでもがですね、搭載されていたことを確認し、アメリカ政府高官は携帯電話などの位置情報を特定してデータを収集する能力があるじゃないかという形で指摘をしておりますと。またですね、今年の6月8日には、アメリカ紙のですね、ウォールストリートジャーナルがですね、アメリカ当局の話として、中国がアメリカ本土の目の前に位置をするキューバと、キューバの領内にスパイ施設を設置する計画で、大筋合意をしたと報道しました。その後ですね、アメリカ政府高官が、キューバを拠点とする中国のスパイ活動展開はですね、以前からの動向で、2019年にもですね、情報収集施設を増強していましたと、明らかにするなど物議を醸していると。このうちですね、偵察気球に関しては、日本のですね、防衛省もアメリカの事例を受けて、2019年11月に、鹿児島県薩摩川高知内市、20年の6月に仙台市、21年の9月に青森八戸のですね、上空で、それぞれ確認された気球に関して、中国が飛行させた無人偵察気球であると強く推定されていますと、日本にも飛んできているということなんで、と発表しました。そのですね、場合は、領空侵犯に該当するとして、遅ればせながら外交ルートを通じて中国政府に事実関係の確認を求め、領空侵犯は断じて受け入れられないと申し入れをしていると。今回新たな証言から2018年頃の沖縄近海における光ファイバー海底ケーブルからのですね、中国製の盗聴設備の発見を指摘をした、This Week on 沖縄氏はですね、諜報傍聴に非常に詳しいですね、元陸上自衛官のコメントとして、軍事上の絶対的な機密に関する通信には衛星が使用されているが、それでも中国が民間やマスコミなどの通信を傍受することは脅威の一つであるとの指摘も行っているという形でですね、はい。ということで、中国ですね、これどうもですね、日本の真横、日本の沖縄を繋いでるですね、光ファイバー海底ケーブル盗聴していたことは間違いないようでございます。で、そのね、光ファイバーをでも盗聴する、そこからどんな情報が読み取れるのかっていうのは、しかもどんな解析するのだ、あらゆる情報が流れてるわけだからね、っていうのはね、こう書いてないし、まだちゃんとわからないんだけれども、そこがわからないくらいですね、これ高度な技術なんだろうね。だからみんな中国には気をつけようね。そしてこれに何も言わない沖縄の新聞ね、沖縄タイムスと、沖縄チンポとですね、そしてあと玉城デニーですね、あいつらやっぱりダメだねということをですね、頭の中で叩き込んでおいて、はい、ということですね、これね、余計なところに話が行ってしまいましたけれども、まあこれはこれで重要な情報だから。
からね。はい、あのね、安倍晋三さん、はい、安倍晋三さんですね、悲しい、あの事件からですね、もう11ヶ月が過ぎましてですね、もうすぐ丸1年でございます。ね、奈良市がですね、これね、全国からのですね、献花台を、せめてお花をですね、添えるための献花台を用意してくれという要望がですね、もういっぱい来てたはずです。だって僕も送ったもん。僕も送ったんだけれども、市としては検討しないというふうにですね、これ発表されましてですね、なんだこの野郎ってみんなですね、もう暗雲たる気分ね、暗雲たる気分になっていましたよね。はい、それをですね、やっぱりね、高市さん一派がですね、打ち破ってくれました。水面下で動いていたのは高市早苗議員とですね、この安倍さんが亡くなった時に横におられた、例のですね、佐藤議員でございます。佐藤さんなんかめちゃめちゃ辛い立ち位置だったと思うよ。めっちゃ辛かったと思うよ。むちゃくちゃ言われただろうし。ね、そのこの二人のですね、人力によってですね、安倍さんのですね、慰霊碑と献花台どうも設置をされるようでございます。この高市早苗さんのですね、右腕と呼ばれるですね、奈良市の市議会議員のですね、新沢さんがですね、ツイッターの中でですね、言ってくれました。もうね、もう奈良県辛い、安倍さんがいなくなって辛いという方をですね、慰めるためだったんでしょうね。そしてもうね、多分マスコミにもこれ話言ってるんだろう、多分。正式発表の前なんでしょう。だからこそですね、献花台はご用意させていただきます。慰霊碑も近いうちに発表しますと。そしてですね、これに尽力をしたのはですね、高市早苗大臣と、佐藤参議院議員のおかげでございます。で、私は何もしていません。指示通りに動くだけですっていうですね、こういう追悼ですよ。新沢さんはやっぱりね、いいな、この人、おっちゃんだぞ。この人めちゃめちゃおっちゃんやぞ。うん。はい、ということですね、これをね、ちょっともう見た瞬間ね、動画を作りたくなりまして作りました。嬉しいね。はい。これまだね、正式発表はまだでございますので、正式な発表があったらですね、皆さん、スケジュールを調整して、慰霊碑。ね、慰霊に行きましょう。喧嘩にも行きましょう。僕も多分、有給なんとかうまいことやりくりをして、おそらくね、時期はね、多分ね、まだ明確に発表されてないんだけれども、おそらくは7月の上旬になるんじゃないのかな。これはもうほぼ確定だろうね。うん、なんか慰霊碑の発表は7月の上旬で、っていう感じになるんじゃないのかな。多分安倍さんの命日の少し前とかに発表されて、で、安倍さんの、ご命日にはですね、喧嘩をしたり、慰霊をしたりできるような状況になるんじゃないのかなと思いますが、正式な発表がありましたらですね、僕の方のチャンネルからもですね、またお届けしますので、もしよければチャンネル登録をお願いします。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。いやー、ちょっとごめんね。もうなんかもう見た瞬間にどうしても、全然まとまりのない動画でごめんなさい。でもね、嬉しいよね。やっぱり高橋さんだよね。やっぱり佐藤さんだよね。そして新沢さんだよね。やっぱね、あの辺の方々はね、素晴らしいよ。素晴らしいよ。ね、というわけで終わります。バイバイ。